日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は日本語コンテッペイ for beginners 600回について。おめでとうございます。ありがとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう。はいはいはい、皆さんこんにちは。素晴らしい日ですね。日本語コンテッペイ for beginners、ね、このチャンネルの600回、600ですね。素晴らしいじゃないですか。おめでとうございます皆さん。おめでとうございます僕。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます僕。いや頑張りましたかな。あの前回話しましたけど、続けることですね。続けるのに、まあ毎日のルーティーンですからね。僕にとっては600回はまあ普通です。毎日毎日続けてるから、まあいつか600回になるし、いつか700になるし、いつか800になるでしょう。はい、900、1000、それ以上になると思います。まあ、もし僕が死んでしまったら、まあ、残念ながら、ポッドキャストは終わりますけど、もし僕が生きていれば、多分続くはずです。多分これから、いろいろなチャンネルが次々に作られて、続いていくと思います。だからまあ心配しないでください。あと600ですね。まあまあでもすごいですよね。たくさんの日本語のポッドキャストはありますけど、まあ、600回以上続いているのは結構少ない。そして、僕はいくつかのチャンネルを持っていて、ほとんどのチャンネルが長く続いていますよね。オリジナルポッドキャストも700プラス日本語コンテッペ Z ですね。これがまあ100回以上だから、それが800以上ですよね。他にものりこさんと一緒にやっているものや他のチャンネルも長く長くやってます。だからまあ全部を足すと2000以上ですよね。はい、まあでもこれからも頑張るので聞いてください。皆さんよろしくお願いします、ね、一緒に頑張っていきたい。僕は皆さんに僕の考え方、ね、この哲学のようなもの、続けよう、ね、続けましょう。ルーティンは大事です。そしていいルーティンは人生を変える。いいルーティンは皆さんの日本語をもっともっと良くします。いいルーティンを続けましょう。いいルーティンを続ける、毎日毎日少しずつ日本語の勉強を続ける。そうすれば必ず必ず良くなります。信じてください、ね、一緒に頑張っていきましょう。僕も頑張るから、みんなも一緒に頑張りましょう。それでは次は700ですね。多分今年ですよね。多分今年中に700になると思いますから、よろしくお願いします。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。